あ、吸いとる。予約しても結構待ったんすけど、激安焼肉店。そうですね、頼んだものがパッと出てくるんですから。めちゃめちゃ早い。で、そあの言葉が通じるのにすごいよ。あ、フランス外国行っとったら。何も思うっすね。感謝していていかねえ、気持ちに。日本が幸せですね。頼んだものが出てきますからね。美味しいですよね。やっぱうまい。初めてですか。初めてですか？もう結構初めてですか？初めて。はい。2回目。初めて。初めて。2回目。それ大ベテラン。あ、初めてなんだ。初めての人多いですね。これどうするの？早野。早野。なんかその。久しぶり。かなり久しぶりですね。久しぶりですね。すごいですね。今日はね、ちょっとこんな感じですよ。コスプレした方がいいからね。まだ7時ですよ。やっぱ若い子は元気がいいですね。素材は今こんなに人がいるんですね。結構テレビ局の素材も来てますね。これがね、ここでイベントやっちゃったらいいのにね。ここに DJ プレイとかやっちゃったらいいじゃん。でも坂上公園かい。美味しいですね、これ。こんだけの人たちがね、いるんですよ。大体が未成年。もう今年から登らないようになってる。去年はこれ上に登ってたから、この桃太郎さんね。はい。というわけで。あれもコスプレ？いやあれはコスプレじゃない。デッポリスのコスプレ。毎年来られるんですか？いや、今年初めて。初めて。なるほど。あ、いいですか全然。こういうのは。別アイテム。別アイテムで、はい、買わせていただきました。なるほど。はい。それ以外のこれガチ勢。え、今回が初めて。今回初めてです。初めて。はい。初めての人多いですね。FP さん。あ、今日ちなみにね、許可取ってもらって申し訳です。はい。これは結構もうあるよ。よろしくお願いします。いや、全然。結構レベル高いです。初めてですか？初めてですか？もう結構初めてですか？毎年こんなに人多いんかなと思ったんですけど。結構多いんだ。毎年多いみたいなんで、岡山でも要チェックということです。はい、ありがとうございます。今って何回目なんですか？初めて。はい。2回目。2回目。毎年こんな感じの。初めてみんなに聞いてるんだけど、このハロウィンパーティーって初めて？何回か。初めてじゃないだい。毎年やってます。毎年。あ、行かれてるんですか。ベテランさんと岡山に何かしたことないですか。何かあれば。何か。大根てんてん。岡山弁ジャケってことで。はい。買いといてね、大根。僕が。はい。ありがとうございます。はい。常連さんということで。はい。ありがとうございます。今回が初めてですか？初めてじゃないです。よく来られるんですか、その毎年。今回2回目。あ、2回目なんですか？3回目。あ、結構ベテラン。あ、なるほど。今回来ちゃったら結構1回目っていう人が多かったんで。はい。ベテランさんです。ありがとうございます。それありがとうございます。はい。大体出たいようさん、激しいなと思って今日夢かないの。ありがとうございます。
はい、それでですね、今年が初めてですか、皆さん。じゃあもうベテランだもんな。はい、もう行かれるんですね。毎年毎年。ありがとうございます。今年初めてっていう人すごく多かった。はい、はい。最後に行きたいと思います。あ、いいよ。撮ります。大丈夫ですか。今回が初めてですか。あ、初めてなんだ。初めての人多いですね。これどうするの。あやな、あやな、あやな。なんかそこまで。なんかあるんですか。なんかカレンさん。やめとけよ。言うなら無駄。違う。やっぱね、一番ね輝いてました。はい、ありがとうございます。マジで。え、すごい。ファッションチェック。ファッションチェックありました。頑張ってますね。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。長いですか。あのハロウィン、このハロウィンに来られるのは初めてですか、それとも初めて。あ、初めて。いや、2回目。2回目。それ大ベテランかなと。ユニバかどっかから帰ってきた人だなと。一番目立ってたんで。はい。あの眼光がちょっと厳しい。結構見えてます。見えますけど。僕多分隠すんですよ。でもクオリティが高いですね。初めてですか。2回目。ああ、うわ、悪い。結構イルミネーションやばいですね。はい。がっつり、がっつり。やばいですよ。はい。こういうガチ勢がいるわけですよ。はい。いわゆるコスプレガチ勢。すいませんでした。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。すごい人ですね。そうですね、なんか。平日ですよ、これ。平日でね、このハロウィン。帰る時間も大丈夫だから、大体若い子も。あ、でもみんなこれ終わってからまた町の方に出るのかな。ナンパですね。LINE ご飯お酒一杯おごらしてなしです。ぶっちゃけどこまで OK、 ワンチャンありかなしか、ね、ワンチャンなし、なし、全部なし、ゼロなしだったら、いや、なしでゼロ、ゼロなの、なし。はい、今日は何しましょう、何しましょう、ナンパ、ナンパですね。結局来ました。またじゃあ分かりました。はい、あのポイント制できません、ポイント制っていうか、はい、僕にノルマとかない、そう、10点満点で終わりとかですね。20点マックスは。じゃあワンチャンやれるって言った場合何ポイントもらえるんですか。10ポイント。それ2人いったらいい。そう、要はそれで終わりってことです。で、この後どうですか、ご飯どうですか、5ポイント。あ、この後飲み行こうやん。 LINE は、2ポイント。まあ、いろんな内容によってポイントが変化するけど、はいはい、あの総合得点というか、まあ、その例えば、うん、ナンパこれがこの後 OK でしたみたいになって、うん、結構なんかいい感じだったらそれが20点になったり。マジですか。で、はい、1回で終わるワンチャン、そう、ワンチャンこそワンチャンつなぎで、そう、終わっちゃう、ワンチャン。やりましょう。YouTube これ撮影してるんですか。ダメ、ごめんなさい。こんにちは、すいません、お忙しいところ。 LINE か、じゃあお茶とか一杯おごるからでいいよぐらい。あ、なし、なし、ワンチャンありかなし。やっぱりなし。そういうの大事。 OK。 LINE ご飯お酒一杯おごらして、もうダメ、お酒一杯なしです。ぶっちゃけどこまで OK、 どこまで OK、 なし、 LINE もダメですよね。うわ、うわ、ありがとうございます。ご飯とか LINE とか、まず友達からとかでね、 LINE 交換するじゃないですか。 LINE なしです。LINE でもいい、 LINE でもいい、ご飯も LINE もいける、 LINE もご飯もいける。じゃあこれさ、僕え、やったやん。ねえけど、あ、ねえけど、はい、どこまでオッケーですか、どこまで。ご飯、ご飯、ご飯、ご飯行った、ありがとうございます。よし、はい、ワンチャン、ご飯、ご飯行った。
やったぜ。イエーイ。あざっす。ラインオッケー。面白そうだな。ありがとうございます。来ますよ。ワンちゃん。オッケーです。ワンちゃん？あ、大丈夫です。ワンちゃん。ネタをやってほしいってことですかね。そうですね。そういうことです。ワンちゃん、ワンちゃんのネタを。ワンちゃん、ワンちゃんのネタ。ワンちゃん、ワンちゃんのネタですか。いや、そのワンちゃんっていうか、ライン、あの、そうですね。まあ、どうしましょう。もうワンちゃんでいいじゃん。ワンちゃん。じゃあワンちゃんちょっと見せてもらっていいですか。ワンちゃんが見たい。ワンちゃんの。じゃああのバルアートってことですね。そうですね。まあ、お笑いと手品とバルーンできるんですけど、下に出てますんでね、ちょっとワンちゃんが欲しいっていうことなんで、ワンちゃん欲しいな。ワンちゃん欲しい。ワンちゃん好きなんですか。ワンちゃんが好きなんです。猫ちゃんより。ワンナイトラブ、あ、はい、猫は飼ってます。猫は飼ってます。猫ってます、はい、ワンちゃんが欲しい。ワンちゃん、ワンちゃん、はい、ワンちゃん好きです。ワンちゃん好きです。ワンちゃん作ります。トイプードル大好きです、ね、こうやってちょっとぷよぷよとした体ぷよぷよとした。よっしゃ、早いな。すげえ、かわいい。パンならないですね。いや、なる時もあります。今日はちょっと風が強くてね。うわ、じゃあここに向かってふって息吹きかけてください。うわお、すごい。あ、かわいい。じゃあ、はい、手出してください。グーで。さあ、はい。手乗りワンちゃん。手乗りワンちゃんです。かわいい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すみません、ほんまに。いや、ありがとうございます。外国人。やさまに、ユーチューブがありがとう。ここからブラボーだ。あ、ライン、ライン、ライン交換。ライン交換2ポイント。リアーポイント。これ、と。やっぱガーディショーだ。ガブスバンバンがパワーナインタンザーガイドメイクポイントよ。バカオコーナー。ワンナイト、オッケー、イエーイ、ワンナイト、イエーイ、うわー、イエーイ、オーカラン、オーカラン、オーケー、オーケー、イエーイ、ウー、ウー、ハニー、ハニー、ワンナイト、オーケー、オーケー、イエーイ、やりました。疲れました。お疲れです。ワンちゃんが乗っかっちゃってますよ。ねえ、最後の最後で。いや、でも結構ラインは崩壊できましたね。ですね。いや、やっぱりみんな恥ずかしがり屋なんですかね。ねえ、外国人のやつ行けたやん。2人、3人。3人、もう、全然。もう、僕、もう。ワンナイト、ワンナイト。毎日。毎日毎日はちょっと厳しいな。いや、まあでも結構しんどかったですね。今までの YouTube だから結構一番過酷だったかな。というわけでね、はい、こういう感じで今年からね、復活したんでね、はい、今日一発、今年一発目っていうことで、はい、はい、これからね、もっと面白いことやれたらなと思います。そうですね。じゃ最後に僕、あのお決まりの飛んでいいですか。うん、あのいつも大体出るときに飛ぶんですよ。うん、いいですか。はい、いいですか。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。